すっぴんやばいよマジで。ちょっと待ってね。どうにかなるかな、これで。バッサー、バッサー、チュウラチュラチュ。今日は授業を受けてました。家古い、めっちゃ古いけど、なんかリフォームしてあるいろんなとこが、お風呂場とか玄関とか、引っ越してきたとこ、なんか手すりついてるからおばあちゃんとかによくないってなって、え、そうね、って後ろやばい、恥ずかしい、ほい、ブルブルって、なんかさ、下にカバン置いてきちゃった化粧。この猫はなんか制服のここの跡をつけるためにつけてる。通信やからそんなキンクっていいさ、制服とかだから跡ついてないよ。リップない、どうしよう。これでいいや、いいでしょ、ファンデーションしたし、超適当に。これで TikTok 撮れる。卒業できます。あれ撮りたいよね。今からは出かけない。今から出かけたらあれだよ、なんだ、深夜徘徊とかになる。あ、あつ森のジュンじゃないし、ブラックピンクのリサ。コミュ障ですか？私男の人にはコミュ障かもしれないです。喋れないです。なんか慣れたら喋れるけど、慣れるまで喋れない。最近返事してますチチ垂れてきた。垂れてないんですよ、バカ野郎。お風呂の設定温度40、わかんない、45、わかんない。なすび嫌いですダンス苦手生活中にズーム受けてたんで、そのまま来てます。さあ、ちょっと画面低い、うざい。なんかプライベート水着良くないかなと思って消しました。やっぱり迷ったんですけど、乗せていくか分かんなくてメイクしてない、
メイクしてないけど、まつげまあまああるし、抜いちゃったけど、めっちゃ何本つけたっけ、まつげ140本ついてるから、え、わかんなくて、なんかわしさてれ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 みたいなあるんよ、知らないかお前ら。垂れないためにナイトブラとかじゃないですか、知らんけど、私案件以外に つけてなかったからな。ナイトブラとか賞味つけんやろ、みんなつけるか。後ろのベッドちょっと、いつも何時くらいに寝てますか。わかんない、早い時11時、遅い時3時とか。ブラックピンク以外にか、これわからんか。さっきさ即興でアイピチつけたんやけどさ、キモ。小魚似てないです、やめて、ほんと怒られる。後ろの垂れてる紐、後ろの垂れてる紐、あ、これ電気、ブラ紐緩くて困るわ本当に。マジ今から TikTok 撮ろうと思って、わし別にコスプレじゃないしね、まだ。もう来年コスプレだよ、制服いっぱい着よう。なんかさ、前髪多くしたんやけど、なんかもうほんと少なくなっちゃう癖で、ほら、うん、前髪どこですかみたいな。ちょっとやばいな、すっぴんって一応書いとこう。現役感が、まあ、通信だしね。現役っていうか前日の時も絶対制服の専用にしてたでさ、倍速で配信して怒られたから。なんでベッドに、え、これわかんない、なんで、なんで、わしが聞きたい。アイラインでも引いた方がいいか、めっちゃ。通信はなんか1日1回以上パソコン開いて授業受けなきゃいけない。ボタン外さんよ、そんなに優しくないもん、君たちに。そうさ、普通に TikTok 撮りたくてライブ化粧する、なんか5分ぐらいだけライブしようと思ったんやけど、グラビアと、え、わかんない、お金事情てか1ヶ月経ってないからまだ。
やもう俺らの味方に愛してる。別に味方じゃないんだけど。どういうこと？そう、ブレピンカレー。なんかじゃあうるさいかなと思って普通に喋ったらちょっと小声気味で喋ってる。ファンティアはやらん。やる必要がない。やった方がいいのかなって思うけど。グザ、こいつできんのよ。なんかあんじゃん、こういうの。ちょっとちょっと。写真集買いました。嬉しい。買ってください。あんま可愛くないけど。胸元は見せません。そんなに安い、そんお金取るもん。泣きそうな。ルッチッチン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 。閉じている口何？これか。いやいや、癖や。なんか良くないって言われる。男にも女にもって言われるけど、なんかガレソの前までは女4割男6割でした。男9割になりました。え、ベッド何もない。普通に荷物置いてあるだけ。いやねんってな。なんていうのかな、フォローしたけど、マーキには繋がってないよ、SNS。ちょっと本当は嫌だった。ガレソ別に嫌いじゃない。ポニーテール、ポニーテール？なんかもう一番楽じゃん、どんだけボサボサでも。開いてるよ。ささん、マジで。けどもう2年もやったから穴安定してる。高1の時に開けたから。デジタル書籍。でもデジタル写真集も出てたけど、あ、なんか本には出てないんですかって言われてたんやけど、ちょっと待って、やじゃ。
で普通にあれ、わしどこだっけ、一番後ろかいます、これいます、ここいます、私かわいい、ラブイ、暇だから香水嗅ぎます、大好きな香水たち、スタイル維持っていうよりはなんか今 43.2 とかなんやって、体重がで痩せましたし、賞味けどもなんか、グラビアやるんやったら痩せんくていいなと思ってる最近は。なんかこれは普通にちょっといろいろあって、精神面でいろいろあって体重落ちて、ここ1ヶ月で、で絶対にちょっとムチムチしてた方がいいよね、自分でもなんか貧相になってきた体が、だから増やそっかなと思ってる。ちょっとムチムチの方が良くない？だってまき腕太いんだもん、腕と足太くてさ、ほら、まあ、普通に太くない？だからなんか上半身だけなんか貧相だよね、なんか最近。体重公表っていうか、まあ、別に軽い方なのかな、わかんないけど、もうちょっと太った方がいいなって思う。キモいんだけど、太った方がいいよね、細い方が好きなのみんな。めっちゃ細いってわけじゃないけど、最近はちょっと細くなってきたから、身長は157です。なんか胸落ちんかな、これ以上痩せたらって思う。3キロ落ちたもんだって。3キロはでかいよ。姿勢悪くなる。以外はなんかへそぴ開けたいけど、なんか将来赤ちゃんとか産んで、なんかそれでなんか跡とか残るの嫌で開けてない、妊娠した時にあれするのが嫌だから開けてないです。ボタン開けません、ボタンも開けないです、ピアスも開けないし、ボタンも開けない。赤ちゃん好き、めっちゃ可愛いもん、本当にちびっこやばい。
まあ将来のこと考えるでしょ。いつまでに結婚、わかんない。でもなんか小さい時はいつだっけ、あれまでってちょっと23とかかなとか言ってたけど、23ってあと何年後、18、あと5年後。赤ちゃん欲しいけど産みたい。それな、前まで代理出産がいいとか言ってたの、やばい。そうなんやって、マキ首長くてさ、もう本当にマジで首長いのコンプレックス。付き合ってたと、付き合ったらその人と結婚したいと思う。結婚する前提で私は付き合う。そんな将来性のないお付き合いはしたくない。シャンプーなんだっけ、なんかドンキのようなんちゃらみたい、サラサラになるよ。髪長い、うん、よくない。ブラックピンク、うん、やば。これなんか学校なんかめっちゃ中卒って言われるんですけど、中心です。これだけを言わせて、中心です。別にいいけど言われてもちょっと嫌かなみたいな。脱毛してない。さあ右チカチカしてんだ次髪、もうしばらく黒かな。なんか年相応の髪色しようかなと思って。マツパしてない。ちょっとあんま気まんよ、コメントブロックしよう。最近元気ない。いや、なんか隣の部屋で姪っ子寝てるから静かめに喋ってる。ピアスも増やさん。 TikTok いいねとフォローしてほしい。やばいなスピン、なんか幼な顔が。
スマじゃないよ。なんかもうプロフィールに書いとこうかなって思う。キスマじゃないですって。写真集か、嬉しい。こんな子学校にいてほしい。現実は悲惨です。カラオケ行きました。今日30分で出ました。2人で620円。やばくない？身長181あります。かっこいいよね、180あると。は、鼻おかしい？何がおかしい？なんかおかしいですか？何分からん。やめるコメントない。充電 10% 切ったからやめようかな。好きなご飯はわかめ。更新しよう。トリも踊って。バイバイ。